サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日は待望の一戦をクレイブンコテージからお送りします。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。エミレーツ FA カップラウンド16となるこの一戦、イラムがブライトン&ホーブアルビオンと戦います。準々決勝進出の切符をかけた一発勝負ですから、盛り上がらないはずがありません。見応えのある試合に期待しましょう。この選手はいつも注目の的ですよね。チームにとって欠かせない存在です。好調でここ3試合で3得点も挙げていますからね。サポーターは今日の試合でも決めてくれると信じているようですよ。Enjoy the game. Shiai ga hajimarimashita. このロブパスはよくスペースが見えていました。激しいプレッシャーを受けていましたが、ボールはキーパーが抑えました。ラウル・ヒメネス、さあ攻め上がってきました。この後の展開に注目です。サイドを攻め上がります。ここにスペースがありましたね。いえ、攻撃はここまで相手ボールになりました。ボールは相手のものになります。裏へのいいパスが出た。力強いシュートでしたが、ポストの外に行ってしまいました。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。いい形でゴール前まで持ってきました。一旦クリアして危機を脱しました。相手のパスをカット。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。アダマトラオレ、ここは強引なロングシュート。キーパーはボールを見送りました。枠には飛ばないと判断したようですね。フェキル、見事な視野です。おっと、ナイスセーブ。キーパーのファインプレーです。さあボールを蹴った。ヘディングを止めた。今ので入りませんか。キーパーを褒めるしかありません。
ボールの動きが激しい。これはゴールキックになります。勝ち越しゴール来るか。これはよく止めましたね。キーパーのファインセーブです。ゴール前に入れた。おっとキーパーが止めた。強烈なヘッドもなんとかセーブしました。再度やり直しです。監督も頭を抱えていますね。リードするチャンスだったんですが。ボールはエリアへ。クリアできるか。ゴール決まった。見事なゴールは先制点だ。リプレイが出ます。中の選手に合わせてきましたね。最後はドンピシャのヘッド。お手本のようなゴールでしたね。折り返しました。ここはファールを取りました。フリーキックになります。おっとインターセプトしました。グロス。最高のボールが出た。このセーブはキーパーのファインプレーです。コーナーキックが入ります。前方に運びました。キーパーのファインセーブですね。コーナーポストにキッカーが向かいます。ボールを入れた。入った。追加点です。リードを2点に広げました。アレックス・イオビ。ここで取り返します。再びボールを奪われます。ホイッスルが鳴ってファールです。プレスが効いています。まずいタックルでしたね。
イエローカードが出てもおかしくありません。イエローカードが出ます。軽率なファウルは避けたいですね。ボールをクリアして危機を逃れました。ロングレンジから強烈なシュートを放ったものの枠に飛びませんでした。積極性は買いますがちょっと入る感じがしませんでしたね。パスをつないできましたがここで奪われました。ラウル・ヒメネス、素晴らしいスルーパス。チャンスと見て打ってきましたが惜しくも外れました。福西さん、思い切って狙ってきましたね。はい、点差もあるので今みたいにどんどん打っていいと思いますよ。ラウル・ヒメネス、1点返せるか。決まった。これで1点差です。同点に追いつけるかもしれません。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。まだリードしていますが監督としては今のシーンに問題を感じているでしょう。アディショナルタイムとして5分追加されました。ここは通しません。アレックス・イオビ、おっとここでパスカット。これで前半終了です。ハーフタイムに入ります。ホイッスルで後半のキックオフ。打ってきた。これはいい反応でした。今度は止めましたね。中に入れた。ゴールは許さない。このコーナーは誰に蹴るか。なんとブロックしました。ディフェンスがクリアしました。ビッグチャンスです。キーパーがセーブ。コースを読んでいたか。ここで選手を変えてくるようです。ボールはエリアへ。高い位置からプレッシャーをかけて取り返しました。これはチャンスか。アダナ、もう10分以上アウェーチームの攻撃が続いています。ここまで結構チャンスを作り出せていますね。あと1点取ったら相手が追いつくのはかなり厳しくなるでしょう。ああしかしここは相手の攻撃になりましたね。タックルが決まった。ボールを取り返しました。ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。
コーナーキックになりました。追加点のチャンス。コーナーキックが入ります。それは危険だ。ゴール。さらに追加点。これでリードは2点に開きます。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。相手ボールになります。さあここからの展開に注目です。まずは1点返したい。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。このロブパスはよくスペースが見えていました。シュートだ。決まった。チームの勢いが止まらない。点差を3点に広げました。リプレイを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。そしてこの精度の高いフィニッシュ。最後はキーパーとの1対1でしたが冷静にかわしましたね。簡単そうに見えますがテクニックがないとあのコースに打つのは難しいんですよ。アレックス・イオビ、サシャ・ルキッチ、ボールを保持できません。しっかりついてクロスをブロック。最後はキーパーが抑えました。プレッシャーにも慌てません。カウンターのチャンス、仕留められるか。ここで取り返します。ソリーマーチ、ボールは中の選手へ。取った。打ちたい。これはオフサイドです。残り時間は20分です。ラウル・ヒメネス、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ここは抜いてくるのか。浮かせてきた。チップシュートが入った。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。そして見てください、このループシュート。キーパーが前に出ているのをよく見ていましたね。冷静でした。
さらに点差を広げられました。監督も心地穏やかではいられないでしょう。ここで選手交代があります。ここでうまく対処します。試合終了まで10分を切りました。ここでかわしました。ゴール。試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね。ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのフィニッシュ、この位置からだと確実に決めてきますね。ここでなんとかボールに寄せてきました。この試合もそろそろ終わりが近づいてきました。ホームチームはここまでかなりの点差をつけられてしまっています。ちょっと勝敗どころじゃない点差になってしまいましたね。もう少し早く守備の穴に気づけていれば対応もできたんでしょうが、今となっては後の祭りです。今後の試合に影響しないように今日はよく反省すべきでしょうね。流しかけましたがやはり止めました。ファールです。レフェリーが今のファールに対して注意を与えています。ディフェンスボールを奪います。さあカウンターで一気に行きたい。アディショナルタイムが提示されました。5分です。可能性のあるパスだ。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキックが入ります。ここはクリアします。これはカードをもらっても仕方ありません。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。この警告の判定には監督としては納得いかないでしょうね。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。アレックス・イオビ。試合終了。アウェーチームが見事駆けつけてくれたサポーターの前で次のラウンドへの進出を果たしました。今日は始めから終わりまで試合を支配しての圧勝でしたね。狙い通りのサッカーを展開できたんじゃないでしょうか。次のラウンドでもこういった試合をできるのか注目です。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。全体的なパフォーマンスは合格点を上げれるでしょう。今日の勝利にもよく貢献。